おはようございます、マサオです。とある休日、俺の家はガスを通していないためお湯が出ません。投げ込みヒーターを利用し6時間前後かけこの浴槽の水をお湯にしていました。週末だけのお楽しみです。この日はなんと何時間経ってもお湯になりませんでした。冷たい、壊れてるということで、皆様朗報です。懐かしの散水ノズルのシャワーの復活です。今の時期は暑いし汗もかくからなんとか乗り切れそうですが、冬が来るまでには考えたいと思います。ちょっとショックだけど、壊れたのがこの時期でよかったなと、いい方に捉えようと思います。気を取り直して晩酌の準備でもしますか。温かいお風呂の後のレモンサワー楽しみにしてたんだけどな。まあこればっかりは仕方がないです。前向きに行きましょう。長ネギを切っています。この前はホットケーキ食べ過ぎたからな、少し控えめメニューにしようかな。椎茸も適当な大きさにカット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 。ちなみにちょっとだけリバウンドしてしまいました。ダイエットは難しいですね。長ネギと椎茸を炒めていきます。高カロリーイメージの俺ですが、こういう酒のあても好きですよ。焼いたネギって美味しいですよね。酒でございます。お醤油です。シンプルな味付けです。最近はヘルシーな酒のあても準備するようにしています。次はでっかいポテト、とても大きいです。俺の拳より大きいんじゃないかな。肉じゃがを作る予定なんですが、1個で十分そうです。定番の玉ねぎ、トロトロが美味しいよね。さらに人参も追加。肉じゃがの人参は大好きです。豚こまを炒めていきます。長いこと牛肉で肉じゃが作ってないな。豚こまや豚バラでも十分美味しいですよね。実家にいる頃は牛肉が手に入らない時は鶏肉なんかでも作ってましたね。鍋いっぱいの具材たち、日本の水道水ジャパン。粉末だし、みりんです。酒でございます。お砂糖です。お醤油です。少し甘めの肉じゃがが好きです。じっくり煮込んでいきましょう。お次はライスペーパー。コメントでライスペーパーでお好み焼きが作れますと教えてもらったので作ってみようと思います。どんな感じになるのか想像つきませんね。卵を一つ割り入れます。もりもりのキャベツ、さらにチーズ、追加のマシマシカロリー、さらにベーコン、こちらも追加のマシマシカロリー。上からライスペーパーをかぶせます。5分ぐらい焼いたらひっくり返す。カリカリしてて美味しそうです。あとは蓋をして中まで火を通します。たっぷりソースをぬりぬり、お好み焼きですからね。マヨネーズ、出が悪くて残念な見た目に、フリフリして再挑戦。ところがおまよさんぶちまけ大惨事。最後はもずくです。もずくの天ぷらも美味しいよとコメントで教えてもらったので作ってみます。1箱198円でお買い得でした。ダイエット用にも食べたいので小分けして冷凍しておこうと思います。
これでダイエット成功は間違いなしですね。いつでももずくが食べられますね。お酒を飲まない日はもずくダイエットしようと思います。揚げ物大好き、天ぷら大好きな俺ですが、もずくを天ぷらにするのは初めてですね。沖縄では定番料理のようです。どんな感じになるんでしょうね。とっても楽しみ。揚げていきますよ。平日はなるべくヘルシーなものを食べているので、週末が近づくと揚げ物が食べたくなるんですよね。ダイエットのために購入したもずくですが、とっても高カロリーになりました。好きなものを食べて、また来週から頑張らなきゃね。暑くなってきたから体力も必要です。どんどん揚げていきましょう。天ぷら揚げたてが美味しいからね。カリカリサクサク。美味しそうに揚がりました。水シャワーは冷たかったけど、心はポカポカになりましたよ。肉じゃがも盛り付けて早く食べていきましょう。飲みたい。ソファーに転がるリップルちゃん、とっても可愛いですね。さあテーブルをセッティングして宴会を始めましょう。こういうのはシンプルが美味しい。ネギと椎茸の醤油焼き、冷凍椎茸 100g 40円、長ネギ2分の1本25円、合計65円。たまに食べたくなるよね。母ちゃんの肉じゃが、豚こま肉 75g 52円、じゃがいも2分の1個45円、玉ねぎ2分の1個17円、人参2分の1本10円、糸こんにゃく2分の1袋20円、合計144円。ヘルシーなお好み焼き、ライスペーパーでも作れたよ。ライスペーパー2枚14円、キャベツ千切り適量25円、ハーフベーコン50円、ピザ用チーズ 50g 37円、卵1個16円、合計142円。生まれてこの方50年、もずくの天ぷらは初めてです。もずく 80g 25円、合計376円の水シャワーの後の晩酌です。こうも暑いと休館日作るのが難しくなってきましたね。本日もお疲れ様でした。乾杯。早速肉じゃがいっちゃいます。味しみしみで最高。濃いめの味付けで酒に合う。じゃがいも一つでおかわりです。恥ずかしい脇の破れタイム。太ってきてるのか、広がっていますよね。ライスペーパーお好み焼きはどうだろう。端と底はカリカリ、上はもっちり、とっても美味しいじゃん。もずくの天ぷらです。沖縄ではウスターソースをかけて食べるみたい。サクサクで美味しい。もずくが苦手な人でも食べれるんじゃないかな。あまりもずくの感じはないです。ライスペーパーっていろいろ使えるんですね。普通のお好み焼きよりとっても軽いのでパクパクいけちゃいます。次はレモンサワー。水シャワーで体が冷えたというのに酒の勢いは止まりません。このお好み焼きはまた作りたいな。普通に作るより汚れ物も出ないし、とても美味しかったです。肉じゃがはたっぷり作って肉じゃがカレーにするのが好きです。それでも余ったら肉じゃがうどんにするのもとっても美味しい。もずくの天ぷらは、俺はなんとなくもずくのイメージでポン酢で食べちゃったけど、
お塩かウスターソースが合うと思います。さあこの辺で NG 集を挟んでいきたいと思います。興味がある方のみご覧ください。最後に体重測定とダイエット中の食事もありますのでお楽しみに。いい方に思うようにしています。いい方に捉えようと思います。最近はヘルシーな酒のあても準備するようになります。あれ、最近はヘルシーな酒のあても準備する最近はヘルシーな酒のあても準備するようにしています。長いこと牛肉で肉じゃが作ってないな。牛肉が手に入らな牛肉が手に入らな牛肉が手に入らないときは追加のマシマシマカロン、追加のマシマシカロリー。もうすぐダイエットしようと思います。もずくダイエットしようと思います。楽しみで最高、味しみしみで最高。まずは体重測定をしていきましょう。ホットケーキタワーを食べて体重がやばいことになってそう。体重は 106.6 キロ、翌日は106キロ、その翌日は 105.5 キロでした。うん、リバウンドですね。また頑張らなきゃ。翌日からの食事になりますと言いつつ、いきなりのカップラーメン。この日は3時間残業だったので何か作る気になれませんでした。その日に食べたいものを作るタイプなのであまり作り置きはしないのですが、こんな日は作り置きがあったらなぁと思わずにはいられません。せめてもずくから食べればよかったのに。なんともずくは替え玉だったんですね。おもむろにカップラーメンに投入する。もずくとラーメンも意外と合う。新発見の美味しさでした。ごちそうさまでした。その翌日、もずくと豚汁です。具沢山で腹いっぱい豚汁。豚こま肉 50g 35円、玉ねぎ1/4個8円、キャベツ適量10円、人参1/2本10円、えのき1/2袋17円、厚揚げ1/4枚20円、大根1/4本15円、合計115円。ヘルシーもずく、もずく 80g 25円、合計140円。野菜たっぷり満足するよ。野菜炒め、魚肉ソーセージ1本30円、キャベツ適量15円、もやし1袋40円、人参1/2本10円、玉ねぎ1/4個8円、合計103円。パンケーキタワーに反省し少しヘルシーにしてみました。 113.4kg あった俺の体重はなんとか 102.2kg まで減らせたというのに、 3.2kg も増えてしまいました。反省してます。恐るべし、パンケーキタワー。食べ過ぎた後の数日間は控えめにして体重が増えないようにしていましたが、気を抜いてしまいましたね。これからも食べれる時と食べない時、バランスを取りながら続けていこうと思います。とりあえず100キロを切るところまで緩くですが継続していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。